回は間違えずにできました。今回一緒に踊っていただきます斉藤さんです。お願いします。いや全然いけそうですよ。はい、いけそうです。いけそうですね。一個間違ったよ。一個間違えずにできました。なんでそんな嘘つくねん。言うだけ達成やろ。すごい、すごい運動量ですね。ちょっときついかな。運動量がね、もうこんな風になっちゃってるから。なんかこんな風になっちゃってるから。私は最近運動を始めてて、だから腹筋とかめっちゃ割れてますよ。あら、え、うお、大丈夫なの？はい。いや、どこがやねん。どこがやねん。どこがやねん。芸人って、なんですかね、楽な方、楽な方へ進んでいこうとするので、今日ね、それが全部、崩れたと言いますか、ちゃんと用意しないといけないなというか、あと吉本興業っていうのはこういう連絡が来るのが直前なので、もう少し早くしてもらいたいと思いました。やっぱり私たちこのようになんか毎日ふざけてて行ってきて、うん、だけどこうやって子供たちが一生懸命、うん、一生懸命汗流して力を合わせて練習してってそういうある種の青春みたいなところに私たちがこう入らせてもらうっていうのは本当に逆に私たちのアンバサダーが子供たちみたいな。これ絶対使ってほしいです。こんな素晴らしいことはないですよ。皆さんなんか私も女優さんみたいな。いや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 。お二人それこそネタとかでもダンスたくさんありますけれども、そもそも今回そもそもダンスに触れ合ったきっかけというのはいくつぐらいでどんな形だったんですか。私結構祖母の代から。祖母の代、家で。あ、へえ、結構前から。うん、祖母の代。すいません、ダンスでした。すいません、ちょっとダンスとダンスを間違えちゃう。あ、そうですね。ちょっとこれ相当レベルの高いボケなの。最後なんですけども、今回コンクール、応募する小中学生に向けて、まあ、エールというか意気込み、まあ、メッセージみたいなものをまあ、カメラに向かって、はい、皆さん踊るということは一体どういうことかということをまず一度頭に入れていただきます。で、踊るということを頭に入れていただいた後、口から出していただいて、でその後、一度天井に収めていただくというところまでお願いいたします。これって、何ですか。リズムダンスプレアイコンクールという課題曲に使用されたってなったわけですけれども、はい、改めてその感想といいますか、教えていただけますでしょうか。いやー、もうめちゃくちゃ嬉しいです、本当に。もう僕らの活動自体が、なんですかね、ちょっとグレーな部分もあるというか。いやいや、ないですよ。あ、ないですよね。あ、まっとうにやってきた結果かなと思います。はい、ありがとうございます。はい、チャイムリープのチャイムっていうのが学校のキンコンカンコンのチャイムのこと でリープっていうのがタイムリープっていう過去に戻っていろいろやり直したりするっていうとこの意味合いを込めてて、自分が小学生中学生の時に結構こうしたらもっと良かったのになとかやり直したことがいっぱいあったんで、そういう思いを込めて今の小中学生の子たちに悔いのないように頑張っていただきたいなという気持ちを込めて作りました。いやすごいですね。結構自分たちの楽曲を芸能人の方がこう何かしらでやってくださるっていう機会があんまりこの前なかったので。そうなんですよ。テレビでいつも見てた方が、はい、ね、自分たちの曲を踊っているっていうのがめちゃめちゃ新鮮でしたね。そうですね。もうこうシンプルにもうファンなんでもうテンション上がってはーいって感じですね。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃこうマッチしてたというか、もうまさにこう、いや僕の脳みそでも覗いたんじゃないかなぐらい、もう僕が思い描いてた当時のダンスやったんで、うわーって感動しましたね。結構僕たちがダンスは全然できない方で、はい、バンドでやってたんですけど、はい、初めて振り付けを他の方につけていただいて、はい、ダンスを踊ることによって曲の魅力がもう 1.5 倍とか2倍になって膨らんでる感じがあって、すごく感動しましたね。はい、まあ、自分は、まあ、小学生の時にあんまし運動とかも得意じゃなくて、団体でああいう踊ったりとかってあんま苦手だったんですよね。
まあこうみんなで踊るっていう上でそういう苦手な子とかもいると思うんですけど、そういうのそう苦手意識とか持たずにしっかりこうみんなでこう歩調を合わせてこう自信を持ってこう、まあ、夢とか目標とかを思い描きながらねこうダンスして頑張ってほしいですね。はい、そうですね、結構小学生の頃に意外と聴いてた曲って頭の中に残ってて、大人になってもその歌詞のフレーズがあの人生に影響を与えることとかもあるなと思っていて、今回僕たちの楽曲がそういったポジションの、あの楽曲に使われて本当に光栄に思っています。ぜひ楽しんで踊ってください。よろしくお願いします。